ウィルソン・フィリップスは、1990年に、チャイナ・フィリップスとカーニー・ウィルソン、ウェンディ・ウィルソン姉妹によって結成された、アメリカの女性コーラスグループ。1990年のデビューアルバム、ウィルソン・フィリップスは、全世界で1000万枚のセールスを記録した。1992年には2枚目のアルバム、シャドウライツをリリースするも、前作ほど大ヒットしなかった。また、 チャイナのソロ活動などがあり、しばらく自然消滅の状態をたどっていたが、2004年には、カリフォルニアで数年ぶりの復活を遂げた。チャイナは1960年代に活躍した、ホークロックグループ、ママスパパスのジョン・フィリップスとミシェル・フィリップスを両親に、カーニーとエンディは、ザ・ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンを父に持つ偽アーティストで、ある。また、チャイナは、映画俳優、 ウィリアム・ボールドウィンと、結婚、サンシール、ウィルソン姉妹も既婚である、全米ナンバーワン曲その他ヒット曲、ありがとうございます。